イタリア軍は、イタリア共和国の軍隊。陸軍、海軍、空軍に加え第四の軍といえる、警察軍を保有し、軍事費総額は、世界第11位に達する。現役兵員は、陸海空の総数が18万3000名、警察軍は10万9499名となる。これ以外に、予備役制度が存在するほか、財務省管轄である。 財務警察も一部が国境警備隊や憲兵として運用されている。1946年以降、共和制を採用するイタリア共和国において国軍はイタリア国防省の管轄下におかれ国防最高評議会及び共和国議会の承認を受けた共和国大統領の命令によって行動する。国外の協力組織としてロードス及びマルタにおける エルサレムの西洋羽ネ病院独立騎士修道会を指揮下に置いており、主に医療活動への従事が求められる。イタリア共和国は他国市民の自由を抑圧するための戦争行為、または国家紛争を調停するための戦争行為を行ってはならない。他国と陽動な条件のもとに平和と正義による世界秩序を維持するために必要と判断される限りにおいて、 イタリア共和国は主権の制限に同意する。またそうした動きを促進する国際組織を支援するものとする。国家の防衛は共和国市民の神聖な義務である。徴兵制は法と制限の範囲内において義務とする。その兵役実施は市民の職業や政治的権利を脅かさないことを前提に行われる。また国軍は共和国における 民主主義の精神にのっとり、運営される。軍事上の最高指揮権は、共和国大統領が保有し、その命令は、国防最高評議会と共和国議会の承認を得て、実行される。冬季訓練中のアルピーニ系空母、ジュゼッペ・ガリバルディ・ユーロファイター台風イ,イタリア陸軍は1861年5月8日、中世時代からの歴史を持つサボイア家の軍隊を、中核に、 ビットリオエマヌエーレ2世により、王立陸軍として創設された。第1次世界大戦と第2次世界大戦を経て、共和制移行後は、サボヤ家から共和国大統領を最高司令官として再編される。冷戦期は、NATO の一角を占める傍ら、1982年のレバノン内戦介入を契機に、積極的な国際貢献活動に従事した。近年では、 アメリカ合衆国が主導する対テロ戦争に協力し、アフガニスタンの国際治安支援部隊に、山岳部隊などが参加している。2004年、軍の合理化を進める過程で、徴兵制度の廃止が決定され、職業軍人のみの組織へと再編された。イタリア空軍は、イタリア陸軍航空隊を前進とし、1915年1月7日に、陸軍航空団として、 正式に創設された。1923年3月28日に、ビットオリオイマヌエーレ3世から、王立空軍の名を与えられた。組織的にも、王立空軍には独立指揮権が与えられ、陸軍航空隊から、独立空軍へと昇格された。欧州でも古い歴史を持つ、空軍組織の一つとして、共和制移行後も、冷戦や対テロ戦争での貢献活動に、 従事している。イタリア海軍は1861年3月17日、ビットリオ・エマヌエーレ2世により、王立海軍として創設された。伝統的に海洋国家を施行することで中世、近世の戦乱に対処した勢力が根付いてきたイタリア半島の歴史から重要視され、特にイギリス海軍との交流で造船技術の蓄積が試みられた。総交艦 全土球戦艦、土球戦艦といった大型艦艇の艦艦競争にも積極的に参加したが、第一次世界大戦から水雷艇などの小型艦艇の運用に転じて、超土球戦艦は建造されなかった。第二次世界大戦までの戦艦機に新戦艦という定義で戦艦建造を再開したのを最後に、大艦巨法主義から脱却、共和制移行後に、 海軍の現代化を推進した。V ・エストール空母や、強襲揚陸艦の保有を進め、冷戦期には、ソ連国会艦隊と対峙する役割を負った。現在も、NATO 軍の航空艦隊の一翼を担う存在として、国際貢献活動に関わるほか、イタリア沿岸警備隊を指揮下に置いている。イタリア国家警察軍は1814年7月13日、 ビットオリオ・エマヌエーレ一世により創設された。1726年に設立されたサルデーニャ流騎兵隊に代わり、軍警察及び国家憲兵としての役割を与えられた。2001年、正式に陸海空軍に次ぐ第四の軍として承認されるなど、独立指揮権を持つ一方、最高階級である警察軍司令官は陸海空軍の中将と同格として扱われる。 2005年、主要国首脳会議は行動計画、世界的な平和支援活動能力の拡大に基づき、イタリア国家警察軍を中心とした、警察先端研究センターを設立した。同組織は、治安任務に関する先端研究、訓練拠点として、警察部隊の整備が不十分な地域、国家での治安組織の設立に協力している。 カレントオペレーションツオブイタリアンアームドフォーセスハイライテッドオン A マップオブアフロユーラシア第二次世界大戦以後各国軍が国際貢献活動を重要な目的とする中パリ講和条約によって軍備と対外活動に制限が加えられていたイタリア軍も1951年のインドパキスタン紛争以来多くの国際貢献活動に参加している 冷戦中期から現在に至るまで、国連、NATO アメリカ主導の有志連合を通じて、旧ソ連領やアフリカ情勢での紛争、虐殺の停止、中東和平プロセス、対テロ戦争、幼児、女性への人権侵害の防止などに協力している。冷戦期に、アメリカ合衆国と西欧諸国間の同盟として、設立された NATO では、米欧州軍の南欧方面部隊の中核である。 米第173空挺旅団と米第6艦隊を含む在米軍と NATO 地中海海軍と協力しつつ NATO 国防大学の管理運営15カ国からなるイタリア NATO 緊急展開軍団の指揮編成などが委任されている。1982年サブラ・シャキーラ事件に伴うレバノン内戦介入がイタリア軍に取り、 国連中心の国際貢献活動に参加する上で重要な契機となった。また NATO やアメリカ軍との共同作戦でも湾岸戦争での航空支援、対テロ戦争における普及の自由作戦と作戦後の治安作戦に山岳兵や国家憲兵を派遣した。続くイラク戦争には国内の反対から進行作戦には参加しなかったが治安維持については 人道支援を目的に派兵した。2006年5月26日、本国での政権交代により対米関係の見直しが進められ、NATO や国連の同意を得ていないイラク戦争からの撤収が決定された。現在、イタリア軍は国際貢献に関する23件の作戦に派兵している。ありがとうございます。